は去年の4月に初めてチャーチに来ました。チャーチに来る前は自分のことしか考えてませんでした。自分に自信が持てなくて、何か自分に価値をつけたくて、かっこいいカバンを買ったり、ものすごく高い自転車を買ったりして、それを身につけてる時、それに乗ってる時の自分は何か強い存在になれた気でいました。自分の人生に、本当の自分に向き合うことが怖かった。でもそんな時にチャーチに来ました。自分のことしか考えてなかった僕にとって、チャーチの人々は本当に違いすぎて衝撃でした。自分のことじゃなくて、いつもどんな時でも人々を愛していて、自分もチャーチの人々のようになりたいって思っていたけど、本当の自分を出すこと、弱い面を出すことに慣れていなかったから、とても時間がかかりました。でもチャーチの家族は誰一人として僕のことを諦めないで愛し抜いてくれて、毎日毎日時間を過ごしてくれて、銭湯で話したり朝まで語り合ったりしていく中で、神様の愛を心から感じていくようになりました。ただ見せかけだけで人を愛してはいけません。真心から人を愛しなさい。兄弟のような愛情で互いに愛し合い、心から尊敬し合いなさい。神様は僕のことを愛してくれてる。だから見せかけの自分ではなくて、ありのままの本物の自分で人々を愛していきたいって心から感じた。そしてその使命を受け取った時に、神様は仕事から人間関係、そして最高な人生を共にするパートナーまで用意してくれていた。神様は僕の全てを変えてくれました。私は4年前にチャーチに来ました。チャーチに来る前の自分は、自分の人生に希望がなかったです。恵まれた環境で育ったけど、仕事や家族、恋愛もいつもマイナスなことばかりがあって、私なんか、どうせ私なんてっていうのが口癖でした。だから最初から自分を底辺に置くことで、傷つくダメージを最小限にしていました。そうすることですとか、傷つくことから自分を守ることができませんでした。でもチャーチに来て、神様が私を愛してくれてることを知りました。傷つくのを極端に恐れていた私に、その愛は大きすぎて躊躇してしまう時もあったけど、チャーチのみんなの愛が私と神様の距離を縮めてくれました。神様は私の閉じ込めていた本当の自分、自分が今まで受けてきた傷や苦しみ、悲しみを全て知っていてくれて、生まれる前から大事に大事に愛してくれてることを知って、その無条件の愛を受け取った時に、心から安心して涙が止まりませんでした。私は傷つくことを恐れていたけど、あなたは底辺なんかじゃなくて最高傑作だと言ってくれてる神様のために生きていくことを決めました。そこから私は愛を求める人から愛を与える人に変えられていきました。そして最高なパートナーに神様を出会わせてくれて、今は自分の人生に希望が溢れてると確信して言うことができます。今僕たちが希望に満ち溢れた人生を歩むことができているのは、一人一人が僕たちに出会ってくれて愛してくれたからです。これからも神様の使命に立ち、人々を愛し、神様を愛し、お互いを愛し、私たちの人生を通して愛を表し続けていきたいです。